中日新聞の新入役、一都三県知事が政府に緊急事態宣言を要請。まあこれもね、結局ね、知事でなんとかできないのかっていう話よね。本当に私らで何ともできませんから国でお願いしますっていう、そういうお願いなんだよね。まず自治体で何とかしろよと言いたくなるね。で、緊急事態宣言発令とか、緊急事態って言うとこれね、まあ、要するに国がするわけだから基本的に全国なんだよね。で、全国でなくて、ね、それぞれ、まあ、GoTo トラベルもそうだけど、ね、ここの地域だけっていうのも、まあ、別に国ができないわけじゃないからね。いや、要するにその1都3県だけねっていう風になるわけだけど、でも似たようなところはね、大阪にしろとこだ、いろいろあるわけだから、でそういうところもっていう話になって、結局また国の税金がガンガンね、そういうところに、使うようになると。要するに自治体の税金じゃなくて国の税金をそういうところに注入することになると、というわけよ。だからそうすると全国的にどうなのっていう、まあ、全国的にそういうところに集中して、ね、全国的に感染者が減れば、まあ、それは要するにね、いいことなのかもしれないけどもね。ただもうね、ある程度も、まあ、医療だね、医療が持ちこたえられなくても、ある程度感染して、抗体を作るっていう考え方も今いろいろと出てきてるからね。まあそれによってる、まあ、死者、重症者、後遺症者、まあそういうのが出て、でそれに対してまた医療費がかかってくるわけだから。今まだ税金で全部ね、新型コロナウイルスは税金で全部治療してるわけでしょ。感染させてそこに税金をつぎ込んで、お金を使うか、感染させないようにして、ウイルスじゃないや、ワクチンで、に金をかけて、まあ、ワクチンは金かけざるを得ないからね、まあ、注文しているわけだから、買わざるを得ないわけだからね。それからしじみ塚公園大改修へ、浜松市遺跡と博物館同時に25年度着工を目指す。25年度、まあいいんだけど、ここもね、博物館としじみ塚遺跡ってこれどれほどの人が入ってんだろうね、どれほどの効果があるんだろうね、でどれほど、まあここはね、入場券取ってるわけだからどれほど、まあね、収益というかどれほどのプラスマイナスがあるのかっていうところがね、まあ、そこら辺は数字明らかにするべきだと思うんだけどね、まあ、明らかにした上で、ね、どれぐらい金をかけるかと、その数字がね、メディアで出てこない。もちろんね、いろいろその議会の中では出てるのかもしれないけども、メディアではっきりさせて、ね、出すべきだと思うんだけどね、その収益をね、あとその需要、要するに入場者数、空気清浄プラス新紫外線照射プラス自走コロナ対策ロボ開発、明大天野教授らが企業と、まあ要するにね、あんまり除菌できれいにして、それに無菌状態にすればするほど人間は良くなるんだけどね。ことの葉、浜松市西区前坂町の柿漁師、知らない。今日の紙面、藤枝明誠逆転勝ち、サッカ ー全国高校選手権もう始まってんだ。浜名湖の水夏のまま、こういう表現で本当はいいの。三浦純舞遺品、中日ルーキー高橋宏人、文化人私の愛する一冊、
サンデー版、あ、今日サンデー版があるんだね。中日春秋、ウイルスとの戦いは今年も続く。日常を取り戻すための歩みは遅くとも焦らず、牛の我慢強さで一歩ずつ前に進むしかあるまい。見よ、牛の目は英知に輝く。あ、牛の仕上がらね、高村光太郎。好きだよね、中日新聞。中日新聞の新入役。